知竜市。知竜市は愛知県の中央部に位置する市、三河地方、西三河に属する。知竜は、慶光天皇42年、112年に創建された知竜神社の門前町として発展した。知竜神社は、延長5年、927年に編纂された演技式神明町に記載されている式内社であり、三河国二宮、東海道三大社、 三島大社、厚田神宮、地流神社の一つとして数えられ、大きな影響力を持った。地流神社の神官でもある長見氏は、小白川天皇廃下の武士となり地流城を築くなど、土豪としても勢力を広め、長きに渡りこの地を支配した。戦国時代に入ると、長見氏一族から徳川家康の側室、大万の方、長勝院を排出し、結城秀康が誕生。 当時の長見氏は、今川家に属したため、狩谷城、愛知県狩谷市の水野市や、岡崎城、愛知県岡崎市の松平清安、駿府城、静岡県静岡市らに従ったが、永禄三年、1560年、桶狭間の戦いで、今川義元が討ち死にすると、織田信長に従った水野忠重が,が、地竜城を接集し、天正年間、 1573年から92年には信長に対しての迎賓館的な施設が設けられた。江戸時代に入ると、東海道の日本橋から数えて39番目の宿場町、池恋船、地流、歴史的金遣いでの振り仮名は、地理府宿として整備され、地流城の跡地には、歓迎年間1624年から43年に、 将軍上落寺の宿泊施設として5点が設置された。池小船宿は、物資の集積場としても発展し、馬市や木綿市等が行われ、周辺地域の経済的中心地となった。天正14年に編纂された記録によれば、池小船宿には、本寺1軒、脇本寺1軒、旗子35軒、人口1620人との記載がある。 中京大都市圏の主要幹線道路、国道1号、国道23号、国道155号、国道419号や名古屋鉄道の主要路線、名鉄名古屋本線、名鉄三河線が通るハブ地域であり、人口密度は三河地方で最も高い。名古屋市の 25km 圏内に位置する都市でもあり、道市や岡崎市のベッドタウンの側面もある。 2016年より地流駅の立体交差事業により大規模な再開発が行われている。名産品は大安巻きである。すでに7世紀後半の木管に地理府、地理府とある。立寮生以後の8世紀の木管に地理府とある。平安時代の和明章に里市立里が見え、江戸時代には池恋船という東海道の宿場として栄えた。 地流神社を建てた一里生命へ、一流にちなむという説もある。池恋船の名は、地流神社の池に恋や船が多数いたことに由来する、大安巻で有名な藤田屋のホームページなどに記載。三河地方の市では、高浜市に次いで面積が小さい。地域は平坦な土地となっており、市の北部に藍島川、南部に猿ト線が流れる。地流町時代は、 以下の大技が編成されていた。その後、市政施行により、治竜市となり、同時に、市内の大技がすべて廃止され、新たに22町が、設置され29町編成となった。その後、住居表示により町が続々新設され、現在は42町となっている。治流町時代に設置された町名も含め現在までに、成立した町名を以下に列挙する。2019年度。 平成31年度当初予算案。大見は2019年1月27日に安城市長選挙に立候補し自動失職した。2005年日本国際博覧会、愛知万博では、維持市町村一国フレンドシップ事業が行われた。名古屋市を除く愛知県内の市町村が120の万博公式参加国をそれぞれとして、フレンドシップ相手国として迎え入れた。 自動車工業が盛んで、2005年度の製造品、出荷額等は1247億8565万円だった。また、伝統工芸品として仏壇がある。地流駅を中心とする地区では、商店街が広がっている。しかし、トヨタ自動車のお膝元である西三河に位置している都市のため、近年は郊外型のロードサイド商業施設が多い。市内には、 国道1号、国道23号、地流バイパス、国道155号など幹線道路が通っている。しかし、主要道路以外の道路は、比較的、狭く、Y 字路や T 字路などの変速交差点が多い。鉄道は、名鉄名古屋本線と、名鉄三河線がそれぞれ通っており、地流駅で両線が交差する。現在、 一流駅周辺の立体交差事業と三河線の複線化事業が進められているが、財政的な事情により、豊田市に比べて進捗度が遅く、一部区間を除いて単線とする計画になっている。また、市内には東海道新幹線が走っているが、駅はない。最寄りの新幹線駅は名古屋駅、または三河安城駅市の中心となる駅、 地流駅、地流駅から名鉄名古屋駅までは、快速特急、または、特急で、約20分、神宮前駅、名古屋市厚田区まで、途中無停車。急行は一部を除いて、鳴海駅、名古屋市緑区や、前後駅、豊明市などで、快速特急間は特急を退避するため、地流駅から、名古屋方面への急行利用者は少ない。豊橋方面においては、特急で、 東岡崎駅に約10分、豊橋駅に約30分。市南部の地域では、刈谷市にある JR 東海道本線の野田新町駅や東刈谷駅も利用可能。地流市のマスコットキャラクターとして、地理ゆつぴがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。